国家副主席や政務院総理などの要職を歴任した。日本統治時代に、京商北道京州市で生まれる。日本の上智大学を中退。留学中に、日本共産党にも入党した。1934年4月、満州の高日パルチザンに参加。1936年、東北高日、貫屋軍大五軍共同第一体青年隊員。 修補中からは、極めて忠実勇敢な青年隊員と評された。1937年、第二軍第四師、第一弾配長。1942年、第88独立狙撃旅団第一大隊第一、中隊第一小隊長。1942年春、ソ連軍偵察要員として、国境の日本軍の配置状況を偵察する任務を与えられた。 一週間で終わる任務のはずが、秋まで帰還せず、その間、重要な情報を無線で何度も送ってきた。ソ連軍が別の偵察要員を送り、方の情報は、虚偽と判明した。ソ連に戻れば、再び危険な任務を命じられる、恐怖心と、ソ連軍のために命を失う危険を犯さなければ、ならないのかという疑問から、さも重要であるかのような情報を送り続けることで、 僕はその場に無事に止まっていられると考えたのだろうと言われている。僕は帰還後、厳しく休団され、小隊長から兵士に降格して、第88旅団に戻された。これを恥じた僕はアヘンを飲んで、自殺未遂事件を引き起こしたという。1945年9月、第88旅団隊員と共に、ソ連軍船のプガチョフ号に乗船して9月19日に、 元山港に入港解放後、宿川軍党委員会責任初期。1946年、中央保安幹部学校副校長。1948年、朝鮮人民軍第3、師団三号長。1950年3月第15師団長となり、朝鮮戦争に参戦。1953年9月民族保衛省、偵察局長。その後外務省に転じ。 1954年8月から中ブルガリア人民共和国講使、1955年5月度大使、1956年8月朝鮮堂道党、中央委員会国際部長、同年10月外務副総、1959年10月に外務省に就任し、1970年7月に退任するまで北朝鮮の外交を兼任した。この間、 1966年に内閣副首相を兼務。1972年、非公式に大韓民国の首都ソウルを訪問して、北世紀大統領と会談し、南北共同声明発表への道筋をつけた。同年12月に内閣が政務院に解組されると、引き続き政務院副総理に就任した。当務の面では、1964年6月の朝鮮労働党、 第4期中央委員会第9回総会で政治委員会候補委員に1966年10月の第4期党中央委員会第14回総会で政治委員会委員に選出1970年の第5回党大会でも政治委員会委員に再選された1976年4月29日政務委員総理に就任翌年12月15日 国家副主席に転任。1980年の第六回党大会において党政治局員に選出される。1991年8月、祖国統一民主主義戦線議長を兼任。1994年7月8日に国家主席の金日政が死去したため、国家主席職は空席となり、1998年9月5日の憲法改正によって、 国家主席、副主席職が廃止された。国家副主席だった、僕製鉄は最高人民会議常任委員会名誉、副委員長となり、党政治局員の地位を保ったものの、恒例のためもあって、近日政時代を象徴する、形式的、名誉職的な地位に甘んじることとなった。2003年9月の建国55周年、記念一平式典で、観覧席に登場して、 以来、同性に関する公式報道が途絶えていたが、2007年7月30日、道、市、軍人民会議大議員選挙で投票したことを、朝鮮中央テレビが伝えた。2008年10月28日、朝鮮中央通信が指揮を伝えた。長い間病気だったとしている。孫の一人は、日本人立ち被害者、蘇我瞳の娘、ミカ、ブリンダ姉妹の指導員を務めていた。 ありがとうございます。